と。やりました、これで。また広がりました。どうなってやがる。さっきのおじさんの後押しで臨界点を突破してしまったみたいね。蓮先輩、バンさん、アニエスたちも手伝ってちょうだい。こうなったらシャードだろうが裏技だろうが、どんな手を使ってでも抑え込むしかない。楽園をここで終わらせるためにも。そうだな、いつまでも教団を引きずるわけにもいかねえ。ハトル様の分までシャード全開で対処いたします。きついわね。ちょっと戦力が足りてないかも。あと少しなのに。それほどこの島を渦巻く想念が。クロス呼ぶのはクロスだけなの？僕も応援する。もう誰も痛い思いをしないように。自分を信じて、レン。私たちはもう知ってるわ、あなたは強い子だって。頑張れレン、僕たちがついてる。やあ、悪しき息吹が消えました。なんとかなったみてえだな。ああ、やりましたね、蓮先輩。先輩？うん、よかった。ありがとう、アニエス。それからみんなも。いやー、お見事だ。まさか完全に封じ込めちまうとはな。虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方が、おじさん、性に合ってるのかね。てめえ、計画を潰されたっていうのに随分と楽しそうだな。必死こいて練った犯罪計画をあっさり潰されるのもおつなもんでな。いつも完全犯罪を狙ってちゃ肩が凝っちまうだろ。だからお前らは面白い。俺の思い通りにならねえんだからな。理解できない価値観だけど。わからないわね、おじさん。あなたがそうまでして結社を裏切ってまで教団のやり残しにこだわった理由が。ああ、そこは俺も気になっていた。庭園の始まりに関わってたのは聞いたが、ここに至ってもなお目的が見えねえ。一体何がしたかったんだ、希代の犯罪者であるあんた。別に DG にこだわってるわけじゃねえが、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。いや、私じゃない。それは私じゃない。クロス、どこ、隠れてないで出てきてよ。俺が間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使ったDG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが、視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。まさか先輩に乗り越えさせるために。犯罪者の美学ってやつか。はあ、
あまりこのおじさんを過大評価しない方がいいわよ。どさくさで動機を私に押し付けてるけど、散々好き勝手やってたのは間違いないんだし。そうです。反応兵器や PC 兵器だって、カトル様のことも含めてあまりに利己的な動きが目立つかと。間違いなくチート娘の方がついでだよな。やれやれ、信用あるね。まあいい、おじさんの出番はここまでだ。後ろだ。残念ね、優雅に一発で仕留められると思ったのに。ラーちゃん、赤黒い魔装機グレンデルゾルガ、あれが。話には聞いてたけど、ここにいるということは。てめえ、やっぱり組んでやがったな。この場まではだが、しかし懐かしい空気だ。ガーデンマスター、アラミスの地下に現れた、庭園の主を名乗ったという。これにて契約は完了。ご苦労だったな、千の破壊者殿。これでようやく最後の仕込みを始められる。ま、今後は一切感知するつもりはねえ。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。破壊のおじさんから立て続けたわね。バンさん、いける？やるしかねえだろ。お前さんに見せんのはバーゼル以来か。メア！また現れたわね。そっちの二人も含めて、首都での借りはまとめて。まとめて返してあげるんだから！なあちゃん！あの子、記憶が。今はそれどころじゃないか。そっちも準備はできてるわね。当然だ、やる。行くわよ、カード解放、テイクバックレベやっぱり見事ね。直接戦うのは軍の駐屯地以来だな。ええ、ですが戦力的にはあの時よりも。カトルさんの分まで全力でサポートします。偽物野郎が、覚悟しやがれ。ラーちゃんも今度こそ取り戻してみせるんだから。ああ、何人集まろうと敵じゃないわ。片付けちゃいなさい、グレンデ